1915年の第2次イープルの戦いでの弾幕弾幕とは、多数の弾丸を一斉に発射し、弾丸の幕を張ることである。正確に狙って命中させることを期待せず、大量の弾丸をばらまくことで、確率論的に命中させる射撃法を行うことが多い。弾幕は、敵が通過したり接近したりすることを阻止するためや、敵を殲滅するために行われる。 大量の弾薬消費と連続射撃が可能になった第一次世界大戦頃から行われるようになった。初めて弾幕張れという命令が使用されたのは1915年のヌーブシャペルの戦いでのイギリス軍であった。第二次世界大戦では航空機による攻撃に対抗するために機関砲と降射砲による弾幕が張られた。 地上戦でも万歳突撃を破砕するために最終防護射撃による弾幕が貼られた。日本語による弾幕のイメージニコニコ動画やビリービリーなどの動画サービスには画面上にコメントを表示する機能があるがこのコメントが大量に投稿され画面が埋め尽くされるような状態をネット用語で弾幕という2006年にニコニコ動画が開発した 弾幕と呼ばれるビデオ画面上に視聴者が入力した、流れるコメントを表示する機能。中国では、2008年に、弾幕機能を導入したアセジー系動画共有サイト、アクファン経由で、ビリービリーなどのアセジー系動画サービス、トギョ、トラキバ、イーなどのライブストリーミングサービス、アイチー、テンセントビデオ、ヨーク、ボーカ TV などの一般向けの動画サービスに、導入されている。 大事戦小学館断幕、6周年、ニコニコ建国記念日ちょっと昔話ニコニコインフォ。ブログ .nic.ideo.jp o。2020年8月10日閲覧。点々ずり、A 単、B 単的、また幕了解多少総きつね鍵。it.sohu.com。2020年3月22日閲覧。中国でも大人気。 ニコ動的な弾幕系動画サイトが広まった理由。ダヴィンチニュース。2020年3月22日閲覧。ブレットチャッティングユーズケーシーズ。W3CGitHub、e。いよ。2020年8月10日閲覧。ありがとうございます。